こんにちは、中日カントリークラブの前田です。今回は打ち下ろしのティーショットについて説明したいと思います。はい、それでは打ち下ろしのティーショットについて説明したいと思います。まず最初に構えますが、目標を高く意識することが大事です。まず、向こうに見える山の、木の一番高いところですね。そこを、見るように、少し上の方を見るようなイメージがいいと思います。どうしてもターゲットを下にしすぎますと頭の位置も低くなり、左肩が下がってしまう。こういう構えにならないように、少し、目線を高く、木の上を見るようなイメージで構えることが、打ち下ろしのポイントです。あとは、体が、突っ込みにくくするためにも、左をこう向かないように、なるべく方向に対して、その高い位置ですね。高い位置にめがけて肩を平行にすることも大事です。必ず開いて構えやすいので、平行にしっかり、そのためにも上の方を見るということですね。それで、肩、腰、膝というところが平行にバランスよく構えれるようになりますから、必ず打ち下ろしのところは高い位置。これがもう一番の大事なチェックポイントになりますので、ここを把握するようにしてください。はい、今度はスイングの説明をします。先ほどの構えができたらアドレスは完成ですが、あとは打つだけです。ただ打ち下ろしになると、風の影響を非常に受けやすくなるので、やはりコンパクトにティーも低めにして低く飛ばすようなイメージがいいと思いますので、バックスイングを大振りはしずにコンパクトなスイングを心がける。で、球もボールを打ってからランも出ますので、打ち下ろしですからね、その分強く打たずにコンパクトにすることを大事にやってください。以上の点をですね、注意して、打ち下ろしのティーショットをしていただければ、かなりミスショットも防げると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。